も司法書士って結構女性の受講生さん多いじゃないですか。最近増えましたよね、うん、なんかうちのクラスもそのまあいわゆる欲張りなお母さん、ねうんうん、育児、まあ、家庭もあるけど、うん、私もまだまだ自分一人で活躍したい、自分の名前で活躍したいみたいな人って結構多くて、うん、でなんかそのもう子育て真っ最中のお母さんもいれば、ね、子育てが一段落ついて、うんうん、もう一回輝きたいみたいな人とかも結構いたりで、うんうんうん、でもね先生もやってるでしょ。そう、私も、うん、まあ、ある意味欲張りな欲張りな欲張りなママですよね、うん、やっぱりね私子供、うん、今、9歳の大きいの子だった。そうでやっぱりねママ友、うん、そんなに多くはないけど、うん、やっぱりねママ友言うのは、うん、そろそろ働きたいわって。まあ でも、うん、でもね、なかなかこう就職先って、ね、うん、見つからないじゃない、うんうん、でもそんな中で私がもう思うのは、あ、若いうちにね頑張って司法書士取っておいてよかったなっていうね、うん、子供をいながらにして、うん、もうやっぱり司法書士として先生って呼ばれながらこうバリバリ働けてる、うんね、やっぱりそれっていうのは自分の中でも誇りに思えることだし、うんうんうん、もうすごく司法書士取ってよかったなって。でもそうです、うん、お子さんちっちゃい時って、うん、やっぱ仕事量の調整が効くっていうのも普通の会社じゃねえ、なかなか、まあ、まあ時短とかね、うん、そういうのはあっても、うん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 、やっぱりねある程度、うん、ね、自分まあ仕事量の調整、まあ、やっぱ来てしまうものはね、まあ、ありがたく頂戴して頑張るんだけども、うん、ただ見ながら子供を見ながら、うん、もう仕事も一緒にできるっていう面では、うん、本当ありがたくて私子供ちっちゃい頃、うん、保育園に預けたことないのね、うんうん、でどうやって仕事してたかっていうと、すごい、おんぶですよ、おんぶしながらパソコン打ちしたり、もうそのままおんぶしたまま法務局行って申請して、ママの背中を見て育ちなさい、裁判所に子供をね背負って行ったりとか、もうまさにリアルタイムで育児しながらね、仕事してたから、うんうん、結局子供が寝てる時も、うん、パソコン打ちして横に転がってたりみたいな、うん、もう本当に一緒に仕事と育児やってたっていう感じなのね、うん、やっぱりお勤めしてるとね、それは ね無理じゃない、うんうん、だからやっぱり地方書士、うん、まあ、開業するとだけど、うん、育児はすごくしやすいんじゃないかなと。あ、確かにね、うん、そうそう、まあ、育児してる分そこに時間使うからあんまり仕事できなくて、うん、その仕事を夜中に持ち越しみたいなことは、うん、結構あってね。なんかでも、うん、うちの受講生さんでも子供、お子さん小さいうちは、うんうんうん、まあ、そこそこでそれなりにね中学校とか手がかからなくなってきたら、うんうんうん、もっとバリバリやりたいわって言ってる人とかも結構いて、うんうんうん、だから調整は本当しやすいと思う。なんか一生できる仕事っていう意味では、それは間違いない ね、うん、いい資格ですよね、本当、ね、うん、だから私はもう、まあ、ちょっと体力もだんだん、ね、なくなってきてるけどでもやっぱり、ね、70とか80とかなってもできるっていうのは、うん、なんか先輩司法書士の先生、うん、なんかやっぱね女性の司法書士強い強いよね、方多いと思う、うん、そうだから女性には本当おすすめだよね、うん。